神田神保町。神田神保町は、東京都千代田区の地名。住居表示未実施。現行行政地名は、神田神保町一丁目から神田神保町三丁目。郵便番号は一1 0 1 0 0五一。書店街として知られる。爆心、神保長春の屋敷があったことに由来する地名。東京都千代田区北部に位置し、神田地域に属する。北で、西神田。 北東で、神田猿学町、東で、神田駿河台、南東で、神田商船町、南で、神田錦町、一つ橋、南西で九段南、西で九段北と接する。中心部には、東西に、神保町西隣の靖国神社前を通る、靖国通りが、南北に白山通りが通る。この二つの交差地点が、神保町交差点である。多くの書店や、出版社、 出版問屋の取り付き店が所在し、世界最大規模の古書店街、神田古書店街、書店の街として知られている。また、スポーツ用品店や登山用品店も多く立ち並ぶ。安国通りと明大通りの交わる駿河る、大河交差点を境に、楽器店街のお茶の水とスポーツ用品店街の神田、商船町に隣接しており、商業地として賑わっている。その他、 旧西軍日本本営、神田正体がある。神保町とその周辺には、学校が多い。明治大学、法政大学、日本大学、専修大学、東京医科歯科大学、順天堂大学、共立女子大学、駿台予備校、大原簿記学校、TAC、レックなどがあり、学生外としても機能している。かつては、東京商科大学や、国学院大学、 また、昭和50年代までは、中央大学もこの地にあった。法律学校を起こりとする明治、中央、法政、日大、先週の各大学は、神田に集った各校として、神田号大学と呼ばれていた。特に、明治、中央、日大、先週がの木を連ねる街並みは、フランスの首都パリのカルチェラタンにちなんで、日本のカルチェラタンとして知られた。その中には、 関東大震災や太平洋戦争の戦災、学生運動、高知拡大や工場等制限法の規制などにより、郊外に移転した大学もあるものの、公式に認められている名称であり、今日においても使用されている。こうした地域性から安価な飲食店が多く立ち並んでいる。また、神保町は、裏路地文化が根付く下町でもあると、 各種雑誌などに紹介されており、メインストリートからは木道に入ると、中央線快速沿いや今川工事など、東京都心としての性格と日常生活が融合した独特の雰囲気が残っている。しかし、近年は大学校舎の高層化や再開発による高層ビル、マンションの建設で街並みも変貌を遂げつつある。小学館や集営社の本社がある一橋に隣接しており、 神保町内にも多数の出版社が所在している。かつては映画館が多数存在したが、ほとんどが閉館し、長らく岩のホール一館のみとなっていた。しかし2007年7月7日に神保町、シアタービルがオープンし、映画用の神保町シアターと吉本工業運営の神保町花月が入居したが、吉本工業東京本社は短期間で撤退した。 カンダフル本祭りや人保町ブックフェスティバル等、本に関するイベントも、毎年行われている、世界最大級の書店街である。特に古書店が多く、古書店街としても、世界最大級である。人保町最大の書店は三聖堂書店、人保町本店で、人保町のランドマーク的存在ともなっており、人保町は三聖堂書店創業の地でもある。 その他の大規模店舗としては、グランデ、ブックタワーの書籍チェーンを展開する書生や東京道書店も所在するが、大部分の店舗は、専門性のある著名な店舗であっても、小規模な書店、古書店である。古書店の多くは、安国通り沿いにあり、それら多くは、通りの南側にすなわち北向きに立っている。これは、日光が当たって本が傷むのを防ぐための敷たりである。 安国通り開通以前のメインストリートだった神保町鈴蘭通り沿いの古書店もほぼ北向きに建っている。三西堂書店もかつては鈴蘭通り側、欅広場側が正面となっていた。神田地区においては神田駅ほどではないが飲食店も多い。2000年以降はカレー専門店が増え、カレー激戦区とも言われる。フランチャイズチェーンなどによる 飲食店も増加しており、従来からの店を含め天ぷら、麺類、洋食、中華など各種の飲食店が営業をしている。またクラシカルな喫茶店が多いのも特徴で文豪が通ったとされる店もある。神田神保町の現在の町域は1934年1月1日の区画整理により誕生した。この区画整理は現在の靖国通りの拡幅工事と 並行して行われ、神田神保町の地盤の数字を新たに割り当てる際、安国通りより南では奇数を、北では偶数を、安国通り側から順に割り当てた。このような通りの両側での奇数、偶数の使い分けは、住居番号の付け方として、日本以外では一般的なものである。安国通り沿いは現在でも住居表示が行われておらず、依然として、 上記の地盤によって住所を表現している。このため、住所を見るだけで靖国通りの南北どちらに位置するのか、靖国通りからどれくらい離れているのかを直感的に把握できる。住居表示の外区表示板と同機能のものを町会が独自に設置している地区もある。神保町は江戸城、現在の皇居の北側に位置し、江戸時代には武家屋敷が立ち並んでいた。 神保町の名は、戦国大名、越中神保氏の一族である旗本、神保長春の屋敷があったことに由来する。屋敷前の道は、神保工事と呼ばれていた。江戸が東京府となった後の1872年、明治5年、現在の神保町一丁目に、標神保町、裏神保町と、猿楽町が神保町二丁目に、北神保町と、 南神保町が置かれた。浦神保町は1922年、大正11年に、通り神保町へ改称された。1913年、大正2年、当時は、小川町を広域地名としていたこの辺り一帯が、大火で消失した。神田高等女学校、現、神田女学園中学校、高等学校教員だった、岩波茂雄が焼け跡に、古書店を開き、 同店内で、夏目漱石の作品や、哲学草書の出版販売も行って、大成功を収めた。これが、岩波書店の起こり。岩波の成功により、教養人、大学生が人望町に足を運ぶようになったため、以後、一斉堂古書店、東京堂等の店舗新設が見られ、また読書の場を今すべくカフェを開業する者が、相次いだ。1921年、 大正10年、落す駿河台に文化学院が開校。音楽、美術、舞踊など、芸術関係書が、農根くるみの学術書やけばけばしいワイ本と共に、書店の軒先に彩りを添えるようになり、ない本はないと言われた。関東大震災後、復興事業として、一大舗装道路、大正通り、現、安国通りが完成すると、交差点名として、人保町が登場。 昭和後期には、今日のような景観を停止始めた。1934年、昭和9年、震災後の復興に伴う、土地区画整理事業により、氷人坊町、通り人坊町及び安国通り北側の氷猿学町を合わせて、人坊町一丁目都市、南人坊町と、一橋通り町の一部及び安国通り北側の北人坊町並びに、中猿学長を合わせて、 神保町二丁目、今川工事一丁目から三丁目が神保町三丁目となる。柴良太郎の気候文集、街道をよくによれば、太平洋戦争中、アメリカ軍が神保町の古書が消失することは文化的に極めて大きな損失であるとして、この一帯のみ空襲を避けたという。しかしこの説は都市伝説だとも言われており、確証は疑問である。 1987年のバブル期の頃は、地下高等の中で都心にもかかわらず、地下に割安感があったため、人保町の各店舗が地上げ屋の格好のターゲットとなり、放火などの事件も発生した。しかし、各店舗が一致団結して、これに抵抗したため、結果的に大多数の店舗がこの地に残ることになった。2017年。 平成29年12月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。人保町は周辺と同様、いくつもの道路により細かく分断された。 外区上に古くからの建物が密集しているため、防災性と土地の高度利用が課題として挙げられている。この課題への克服と土地価格高騰による人口流出の傾向に歯止めをかけるため、千代田区は1990年に再開発基本計画を作成し、この地区を住み続けられる町のモデル地区にすることを具体した。その後この計画は、 神保町一丁目南部地区第一種市が一、再開発事業として1994年2月に都市計画決定され、2000年に権利返還を終えて工事が開始されいくつかの震災復興期の建物が失われ、再開発事業の内容は、神田神保町一丁目の43番地から71番地の奇数番地と33番地の 1> 計1 6外区2.5ヘクタールを区画整理により3外区に統合し、商業施設棟と居住棟を有する総延べ床面積14万200平方メートルの複合施設を建設するというものである。この事業は2003年11月をもって完了した。総事業費はおよそ645億円で、そのうち約8%は千代田区の補助金を利用した。事業主体は、 地権者およそ130人からなる神保町一丁目南部地区市街地再開発組合で三井不動産がプロジェクトマネジメント業務総合企画を担当した。なお、地区の防災性を高めるため周辺の白山通りの拡幅と広場の設置が同時に行われた。この複合施設は J 式東京と呼ばれ再開発計画における北外区の原百一番地 933番地には、神保町101ビルが、西外区の、原103番地、949.5153.5569.71番地には、東京パータワーが、東外区の、原105番地、943から47.57から67の奇数番地には、神保町三井ビルディングが建設された。この他水道橋駅、新大茶の水駅、 小川町駅、淡路町駅、竹橋駅、九段下駅などが徒歩圏内である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。